お疲れ様でした。お疲れ様でした。そうか、シュガーヒルでこの初めてのトリオ終了しました。田中亮君と初共演でしたけれども、世界の隣は世界で世界的でしたね。いや世界的世界的かどうか。いや楽しかったです。ありがとうございます。いつも遊んでばっかり、そう、飲み仲間飲んでばっかりのフェイスブックの写真ようやく初共演で、じゃあお客様に あいつは一体誰なの勘違いされてましたいやでもありがとうございます今日は本当に。あの僕の全曲僕のオリジナルっていうことでやったんですけどね、いや僕はいいなと思いましたね。たまにはこういうのやるべきだなとね、はい、僕は思いました。とても楽しかった、はい、お付き合いいただいてね、本当に素晴らしい。出ました、トッポ陽平の世界展。そうやっぱこうなんか逃げ道がないみたいな、よかった。個人的にはまたやりたいと思います。世界展、うん、この3人でもねまたやりたいなと。やりましょう。どこかでやりたいなと思いますよ。はい、そして、お知らせなんですけど、この赤いの着てる高木くんと手前の僕の山下徳陽平の共演、今度4月24日に中目黒の楽屋であります。もぐら楽団という僕 の, あのユニットじゃない、リーダーセッションみたいなライブがあるんですけど、高木くんとで、あとフルートの小林豊美さんとで、ピアノの榊原大さんで、ベースの森田浩平くんと、あとはパーカッションが岡部陽一さんという6人、なんと6人編成でですね、すごく豪華なライブになると思いますので、ぜひぜひ遊びに来てください。でそれ以外にもね、結構いろんなところでやってますから、いろんなユニットでやってますので、ぜひ遊びに来てください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。Thank you.